ゃあちょっとね、こっちの仕事がちょっと遅れたんで間に合うか。ここから、10分15分で行かなきゃいけないんで多分間に合わないな。行きます。やっぱね、安全運転しなきゃいけないんでね。超能ネットワークが始まりました。ぜひ皆さんもご覧ください。 I am June。チョンさん、藤波さんが、はい、とりあえず単独インタビューで場をつないでくれてるみたいです。大丈夫かな、藤波さん。じゃあちょっといろいろ質問していきます。はい、まず、78年1月23日、うん、アメリカマジソンスクエアガーデンでジュニアヘビーのチャンピオンになられたんですと思うんですけども、その時でお気持ちみたいな、うん、どんな気持ちでした？かなり遡るね。ざっと何年前。いやー、まあ、あの時はね、まあ、僕も海外でずっと遠征中でね、まあ、最後の本当にこう、海外遠征の本当にこう、締めくくりっていうかね、まあ、そういう部分ではもう一番自分にとっては思い出の深い試合ですよね。藤波さんも喋りはでも結構上手だから。はい。藤山さんね、何を聞く話だったっけ、俺それも忘れちゃってたんだよ。ましてやマジソンスクエアガーデンですよ、うんうん、まあ、本当レスラーだけじゃなくてね、いろんなその、いろんなアーティストもいろんな方が憧れる、うん、まあ、その大舞台ですから、うん、まあ、本当に自分が選手権時代に挑戦するっていうことよりもそのマジソンのリングに立つっていうことがね、うんうん、そのなんかそのプレッシャーっていうかすごかったね。当時もそのマジソンスクエアガーデンに立つだけですごかったんですか？そうですね。だってね、これはもう本当にね、知る人ぞ知るやっぱりその大舞台だしね、やっぱりその誰しもがね、やっぱり一度はその舞台に立ってみたいっていう、うん、その会場のそのなんて言うんだろうな、その、まあ、イメージのね、深さですよね。うんうん、ベルト取ったその日の夜とかってどんなことされてるんですか？いやー、もうね、本当にだんだんこう時間が経ってこうなんか実感が湧いてきたって感じでね、最初は本当にもう夢心地というか、うん、やっぱり誰しもレスラーとなって、チャンピオンになるっていうか、ベルトを腰に巻くっていうのが夢ですからね、うん、それがあの大舞台で実現したわけだから、本当になんか自分で何度か、うん、こう連れてみたいとかね、まあ、そういう気持ちだったよね、うん、これ本当に現実なのかどうかっていう、うん、全然違う話をしてそうなんで、ね、困るかもしれないですけど、今日はそんな混んでないから間に合うと思うんだよね。大丈夫かな、まあ、間に合わなかったらしょうがないよね。この、長野さんからの質問で、87年10月4日、うん、その猪木さん対正斎藤さんの巌流島対決、うん、藤波さんどう思われてました？あれはね、やっぱ僕らはまあ現地にはいなかったんだけど、まあ、あれはもう全然その速報でね、今こんな状況ですよっていう時間経過が入ってくるだけでね、ただ発想がやっぱりすごいなっていうね、やっぱりその宮本武蔵とね、最高上のあの一戦の加えた大舞台にね、まあ、今度はリングをね、うん、組んで戦うっていう、そういう部分では、まあ、レスラーっていえば一度はそういう、うん、なんていうかな、こう、戦いっていうのをね、うん、なんかこう、マッチングするような感じでね、うん、見てましたね。うん、藤波さんもやってみたいと思いました？あれからね、何年かしてね、今度は僕らとね、僕でしょ、長州力でしょ、タイガーマスクでしょ、で、この3人で、巌流島で、リングを組んでやったんですよ。うん、猪木さんと正斎藤さんはもうお客さんを入れずに、本当にマスコミだけで、メディアだけで、で僕らは反対にお客さんを入れてやろうということでね、やりました。うん、どうでした、実際やられて？ああ、やっぱりね、なんとなく、うん、感慨深いものがありましたね。はい、そうか、歴史好きですもんね、藤波さん。え、歴史とかそういうの好きですもんね。そうですね、はい。うん、これもじゃあ、蝶野さんからで、飛龍革命について、うん、まず、なぜあのようなことが起きたのかというか。なぜあのようなこと、いや、もう、これはね、本当に説明するっていうのが非常にこう長くなりますしね、あの時はもう自分自身の心境と、やっぱりその
まあ、プロレス界っていうか新日本プロレスの中のいろんなものがこういろいろこう入り混じったっていうかね、うん、やっぱりその選手がちょうど新日本の選手長州力それから前田明、まあ、それぞれいろんな選手がね、うんうん、だんだんこう新日本を離れている中で、まあ、自分自身も当然やっぱり、うん、トップに立ちたいっていうのもあるし、それともなおかつ新日本プロレスを守りたいという気持ちもありますよね。そういう中で、まあ、いろんな形で対猪木さんに対するのの反旗じゃなくてね、うん、やっぱり猪木さんをこう超えたいというのはそれはレスラー誰もあるでしょうけど、うんうん、でもそれはなかなかね、まあ、この実際のところ難しい部分もあるんだけど、ただ、うん、いろんなその僕自身もやっぱり、うん、不甲斐ないというのか、やっぱりその戦いの中でこの時はちょうどね、猪木さんと組んでベイダーとまさ斉藤さんだったのかな、はいはい、うん、その時の不甲斐ない自分の戦いと、でもそういうのを横に置いて、やっぱりそのどうしても猪木さん一人にね、いろんなその新日本プロレスの対戦相手の対大型の外人選手を全てやっぱり猪木さんにいっちゃうんで、まあ、それを今度は我々がどっかで、うん、受け止めようというのも猪木さんに変わってね、まあ、そういう分では切り事じゃなくて猪木さんにかかるその肘をちょっと軽くしようっていう、そんな業界だから、そんな、まあ、それはどうしてもそういうリング降りて控え室に帰った時に、まあ、そういうのがいろんなものが入り混じってね、まああいう行動出たんだけど、決して猪木さん個人に対しての反旗じゃないんだよね、うん、ただそれはもう自分自身の不甲斐なさとか、うん、この業界をとかこの新日本プロレスのいろんなその状況をなんか自分の中でなんかこうイライラするものがあってね、うん、まあ、本当にだからあの頃はね、時は本当に今思ってもね、自分自身が本当に、なんでああいう行動が起こったのかなっていうね、猪木さんにあれだけ手を挙げるってことは思ってるのかなんでね、うんうん、でもあの時ちょうど救急箱に稽古間が、なんて言うんだろう、もう収まりつかなくてね、救急控え室になったら救急箱がバーンと蹴飛ばしたらハサミが転がってね、そのハサミを持ってやっぱりその時一瞬ね、もう控え室にいた誰しもがシーンとね、水を打ったようにね、何をするのかなっていう、もう自分にとっては別にそのハサミでどうこうしようとかじゃなくてね、もうそのたまたま手に取ったハサミだったもんだから、しょうがない、自分の頭を切ってね、自分の要求、何時の要求値のか、まあ、その言いたい部分をね、それでこう表しましたけどね、うん、若かったね。あれ、事前にじゃあ髪の毛切ろうとか決めてたわけですね。ない、そんな計算されてじゃない、もう本当にあの時はもう全てが長州力とのその一本マッチもそうだし、いろんなその戦いがその時に起きることが起きたことがもうそのままもうリング上の要はその戦いになっていったんでね、うん、だからそれがだからまあだからお客さんとのそういう分では一番だから分かりやすいっていうか、その時の新日本プロレスの起きてることがそのままもうリング上で要するにマッチメイクとなって試合に出ちゃう、うん、たまたまハサミがあったから、うん、ハサミ取ってそう自分の要求がもうここまで自分が何ていうのか意思がね、うん、もうなんか強さみたいなものの表し方が自分の場合はそういう髪の毛切っちゃったりね、あとからね、もう大変だったですよ、ね、こうね、いつざしたり髪の毛切ってでその日の夜とか冷静になって髪の毛見てどうだったの？いや、後でね、僕はもうこの結婚してからね、この方そこへ行ったことないんですよ、うん、でも一応家内が全部その髪の毛切るんでね、はい、そのまま僕は東京に帰ったらね、帽子かぶって帰って脱いだらね、こんな感じでこう当時生中継でしょだからもうその状況分かるわけですよ、うん、帰って帽子取ったらここまでこれだけほらもうほとんど髪の毛ないわけだから家内がもうちょっとちゃんと切ればいいのにと言われましたから、そんなことね、計算して切れないと、ここだけ髪の毛ないんだもん、うん、いやでも藤波さんはね、本当に社長を時代もと、ね、その三重市、ドームツアーとかっていうね、もう全盛期の猪木さんも言ったけども、金がもうどっからでも降って湧いてくるようなね、時代の社長だったし、それから俺自身は、仲人もねやってもらってるね、本当にもうお世話になりっぱなしの方なんでね、ここはもうその藤波さんもう切り札として私の YouTube、うん、出てもらうということなんで、もうこれ間に合わなかったらもう全て藤波さんに任せるというつもりでね、ちょっとでもなんか喉が渇いたからどっかでなんか飲み物も買っていきたいんだけど、そんな時間は
あるのかな。いや、ちょっとまずいと思います。まずいと思います。本当に。新日本でずっと社長やられてたと思うんですけど、うん、社長業についていかがでしたか。あのレスラーがね、やっぱりその社長っていうのは非常にその難しい部分はありますよ。要するにどうしても我々こう現場っていうのか、やっぱりそのリングに上がってっていうのが現役の選手でもあるしね、やっぱりその動いて自分のものがこうやってきてるのかっていう細かい、そういう分の数字的なものっていうのは当然ある部分は、それは当然いろんな事務方からね伝えられて聞きますけど、じゃあそれを全て僕らができるっていうのは、確かにいろんな交渉事とか、それも我々が全面切って前に出ていますけど、細かい部分というのと、それと同時に時期的なものといろんな部分が抱えているその新日本プロレスの記憶の中で一番難しい時の、うん、その5年間僕はね、うん、会長で任されたっていうので、ね、やっぱ当然その時はもう猪木さんがもうリングを離れて、まあ、違う、まあ正解に行ってたし、いろんな状況もまた当時猪木さん自身のね、やっぱりそのなんていうのかな、新日本プロレスに対するいろんな多分要求もあったでしょうし、まあこれもこの現場の部分ね、いろんな部分がみんなそれぞれが、うん、なんかこうなんていうの、なんかこう足元がね、うん、揃わないっていうね感じでね、うん、一番大変な時期って。いつぐらいでしたっけ、ね、いやもうだからその5年間です。もう5年間だからちょうどだから、うん、橋本慎也とね小川の別に東京ドームでのあの離婚マッチが、はい、まあ、その部分の最初のだから自分がそのどうか何て言うのかな、その、うん、橋本をもう一回リングにね戻すっていう、その部分が僕の最初の仕事でね、うん、俗によく言われてるドラゴンストップってよく言われてるんですか、うんうん、あの時のはどんな心境だったんですか、その試合止める時って。いやあれもね、僕らもあのままもうやらせたらどうなのかって見てみたいですよ、うん、見てみたいけど、どうしてもね、我々はどうしても、うん、お客さんにやっぱりそのもちろんリング上の戦いの中で勝敗をつけなきゃいけないんだけど、やはり、なんていうのかな、こうどっち、なんていうのこうすっきりしない試合って僕はどうしても、うん、見てられないっていうか、うん、まあ、それもだからお客さんのなんかこう期待を裏切った気がしますけど、うん、僕は止めたことによってね、うんうん、でもあれも僕の責任で、うん、止めたんで、うん、僕はもうああいうのがなんかちょっと、うん、自分の中で、うん、意味に耐えないっていうかな、うんうん、社長業やってて一番楽しかった思い出ってないですか。ないないないですか。ない辛かったこと、一番辛かったことは。じゃあだから今言ったじゃないですか、全部またがそういういろんなその特にその頃あの頃ってのはね、選手がそれぞれがやっぱりそのなんていうのかな、こうやっぱりみんなそれぞれレスラーっていうのはね、特に新日本プロレスのレスラーってみんなそれぞれ個性があって、みんなそれぞれがやっぱりそのなんていうの、いろんなその自分がいろんな形で打って出たいっていう、まあ、それがまあ新日本プロレスの良さでもあるんだけど、まあ、そういう中で一つのじゃあ会社をじゃあ買い取りするっていうのは非常にこう難しいっていうのかな、うん、まあ、それがだから当時の新日本プロレスですよね、うん、またもし新日本の社長のオファー来たらどうします。ん、新日本の社長のオファーが来たら今ここでその質問聞く。今多分それはないでしょうけど、うん、はいはい、まだいい思い出はないってことなんですかね。まあ、それはもうどこの、うん、今の会社でも強いでしょうけど、うん、やっぱ社長とはそんなもんじゃないですか、うんうん、その社長になった経緯っていうのはどういうことなんですか。経緯は分からない、もうだからそれもそういう状況の中で、うん、坂内会長がやってた部分の中のこの引き継ぎでね、うん、あとちょっとこのファンからの質問で、うん、これもよく言われてそのドラゴンリングインって言われてるじゃないですか、うん、ドラゴンリングインは、どうやって生まれたかっていう、どうやって生まれたか、なんかすごいあれの質問だけど、僕はもうだから今ああやって名前も聞いたようだけど、うん、僕はあれ無意識で、うん、試合の中で、タッチもらった時に通常こうロープをなんかまたこうやって入るよりも、うん、なんか動きがあった方が自分の中でその、なんていうのこう、勢いがついてるとかね、うん、まあ、そういう部分でのなんか無意識で、まあ、ああいう形でポンと飛んで入るんだけどね、うん、なんかそれが今名前ついてね、ドラゴンリングって、うん、あんなうん、飛んで入った瞬間に、まあ、相手から技を食らってしまうっていうそれがだから違った意味でこうちょっとこういじられてますけど本人どう思うんですか、それは。確かに相手にねワンテンポをこう間を開けちゃうから攻撃されやすいと思うんだけど
で今でもずっとね、やっぱ僕なんかこうジングリにこう見てるとね、やっぱりお客さんのこう目線とか、うん、そういうふうな通常の当たり前の動きをするっていうことよりも、うん、どっかにこう上下とか、うんうん、あの左右とかいろんな形でこう、はい、目が動いた方が、はいうん、なんかそういうふうな、うん、自分たちのやっぱその戦うなんていうのテンポもね、なんか、うんまあ、どっちがいいか分かりませんけど、これは僕の今、そういう、なんていうかな、こう、動きが、はいはいはい、ああいう、ラゴリングを抜いてしまうんだよね。結構、でも今でもそれを皆さん求めてるお客さん多いですもんね。やっぱ、湧きますもんね。いや、今しない。いや、今でも湧きますね。ね、間に合わない、これ。多分。ちょっとだから、連絡を入れといてもらいたいんですよ。わかりました。じゃあちょっと大至急藤波さんに、ね、今ね一応赤坂を今出たんでそんなにねかかりはしないんじゃないかなと思うんですけども、ただもう藤波さんの方も、うん、もうついてる、もうじき終わりかか終わりの時間っていうの、あもう終わる、はい、マジで行かない方がいいかもしれないけどね。そうなると、それでは三重氏の登場についてどう思いました？三重氏が出てきた。いやもうこれはね、新日本プロレスの先ほど言ったように本当にこの起きることが本当そのままこう流れっていうのかマッチメイクっていうのか本当にだからもうことを書かないっていうかな、うん、だからあれはもう彼らが海外に行ってる時に、まあ、あの3人がちょうどまあ同世代かな、そういう分ではちょうど我々長州と僕の後の本当にそういう分ではこう新日本プロレス、まあ、彼が一番こう力をこうやっぱりこう蓄えてる時なんでね、やっぱ選手は特にそういう野心というのか、うん、みんなそういうのを持ってるし、まあ、それがだから向こうで彼らが結束して、うん、でも確かに彼らがアメリカから帰ってた時に確かに、うん、第一選手のかな、確かにちょっとまた新日本プロレスの、うん、要するに通常の流れがちょっとこうなんちゃらこう変化を見ましたよね、うんうん、まあ、これはやっぱり元を正すやっぱりアントニオ猪木っていうのもそういう一つのなんかこう象徴のやっぱり動きはそういうのを全ての選手にこう行き渡ってるんじゃないかな、うんうん、じゃあその中で、長野さん、長野正弘についてはどう思います？彼は冷静ですよ、うん、やっぱりね武藤の天才的な部分と橋本のなんかこうどっしりしたそういう部分では、うん、真正面の要するに、プロレスとそういう部分ではこう両方を見てますから、そういう部分では彼は自分のなんていうのかなこうなんていうのこう状況判断というのがすごく彼の場合は冷静だよね、うん、で自分のだからプロデュースというのか、そういう部分では全体的な部分のプロデュースもできるし、自分個人的なプロデュースもできるし、そういう部分ではすごく賢いね、うん、って言い方、まあ、ちょっと変な言い方になっちゃいますけど、うん、じゃあヒール転向とかはどのようにご覧になられてましょう？まあ、別に僕らはね、彼らが、まあ、ヒールとは思えないんだよね、彼らが彼の来年の編み出した戦法でしょうから、うんうんうん、はい、そしたら、まあ、いろいろ多分聞かれてると思うんですけど、長州さんについては、うん、例えばその釜石発言とかで、うん、ガーッと来られた時とかは、うん、どう思ってました？まあ、彼自身は釜石兄貴の発言、まあ、彼はちょうどまあその僕に対するそういう、まあ、いろんなその不満であったりとかジェラシーであったりとかそういうのは、まあ、彼が一番だからちょうど一つのなんかこうプロレスっていうものにこう目覚めた多分そのきっかけになったんじゃないかな、うん、それと自分があれだけならもう僕とかいろんな選手以上に今彼は実績を持ってこの業界に入ってきてるから、うん、それがどうしても表に真っ白に正面切ってこう出せないっていうイライラ感があったんでしょうね、うん、まあ、それがたまたまあの時の僕が、まあ、彼よりも若いっていう部分で若造が先を走ってるっていう部分で、まあ、我慢ならんっていうものがああいう、まあ、ちょうどこの後楽園でね、うん、勃発したんだけど、まあ、あれによって彼が一皮むけたっていうか本来の長州力が持ってる、うん、力的現場のこういうものが全てがストレートにこう出るようになったっていうのかな、うん、だから彼自身もあれが、うん、だから一つの賭けだったんですよね、あれがだから誓った空振りで終わったら彼が反対に先々どうなったのかなっていう、うんうん、
まあ、僕が反対に逆に僕が若かったんだね。だからあれを真正面から僕はああいう感じで感情的に受け止めたもんだから、うん、まあああいう形になったけど、あれが僕はもっと違った大人で大人対応したら、うん、どうなったかなっていう感じでね、うん、内心はどう思ったんですかね。何もしないで急になんか来られて、うん、いやあの時はねやっぱりなんかこうおかしかったよね、うん、ちょうど彼が帰ってあの、ね、外戦協議の時と同時に、まあ、彼自身が常にやっぱり今まで我々のその、うん、選手の頃流れとしてね、やっぱり 先輩からずっと、まあ、その選手の実績からずっと順番にこうコールされていくっていうか、入場の順番も今度は逆に、その先方とか中堅、ね、とか最後 の大将に関係入場していくのか、まあ、それがどうしてもどっか彼からすると、なんで俺が一番先頭に歩かなきゃいけないんだっていうのが、まあ、でもそういう向上心があるから、選手もね、うん、いろんな形で伸びるんでね、まあ、そういうのが。うん、当時はあれですか、その前、ちょっと嫌いだったと なんか本当に許せないとか、どういう心境ですか？ないです、ないです。うん、だから彼がだから向こう行って行くまでは、別に通常の普通の人形をやってて、わけみんなでこうやってましたしね、うんうん。でもやっぱり選手が成長する中で、やっぱりどっかでそういうのが、うん、あんたに仲良しこいしってあるはずがないし、みんなどっかでそれも、いろんなその、なんていうのこう、あいつには負けたくないとか、うんうん、俺は相手より絶対だから、あの、制度とかね、いろんな形で、みんなそれで相手より上に行くとか、いろんな形で、うん、なんていうのかな、こう、野心とかね、いろんな、そういうものを持ってるから、またそれがないと、うん、そうですよね、ただ、それでこうやってるっていうのはね、うん。で、まあ、その長州さんの流れで、84年2月3日、その、札幌で、まあ、長州さんが藤原さんに襲われて、で、藤原さんはその、半日中会場後にされたみたいな、うんうん、あれと本当なんですか、ね、あの雪の札幌で藤原さんが長州が何回目の戦いの中で、テロリストの藤原って藤原ですよね、藤原が花道で長州を襲うっていう、うんうん、まあ、あれもだからね、なんか自分でやりきれないっていうのか、通常、まあ、あの時はもうちょうど長州と何戦かやってるんてる中で、私勝ち負け抜きにしたらなんかすごい清々しい自分の中でいい汗かけたものが、ああいう形で試合前になんかこう横槍が入るというのか、まあ、いろんな何どういう力が働いたか分からないけど、まあ、ちょあの藤原自身もやっぱりどこかで自分が、うん、その輪の中に入りたいというのか、まあ、そういう部分があったのか、やっぱりみんなそれで選手が常にそういう自らしの塊だから、どこかで自分がその主役を取りたいというのが、うん、あるが、まあ、ある、まあ、あのその話はまだ僕らも、うん、ね、藤原と長州と僕3人であの時はどうだったか話し合ったこともありませんけどね、うん、でも、うん、あれが原因でちょっと自分自身もそれをなんかこれ許してしまうっていうのか、うん、若さ、これも若さだね、あのまま試合をね、うん、後にしてこんな会社辞めたらってね、雪の札幌の中でね、裸で、うん、出て行きましたけどね、裸でタクシー乗ってホテル帰られて、札幌の時も、沖縄もそうですけどね、昼革命の時もそうだけど、本当裸でタクシー乗ってホテル帰りましたよね。すぐ裸でタクシー乗るんですね。いや選手ってみんなそうなんですよ、まあ、あの付き人がね、一人カバン持ってついてきますけど、大体でも上に一人、ユニフォームを羽織ってね、しかし、ホテル帰るんだけど、あの時はもう頭に来てたから、一人でタクシー乗ってね、ホテル帰って、ちょうどあの頃雪まつりだから、札幌のホテルがね、お客さんがいっぱいフロントにいるのよ。そこのところ僕らは大体リングシュートを耐えていって、当たり前にこう入っていくんですよね、うん、ホテルのフロントに、でも周りのお客さんはこっちは人で怒り狂ってあのホテルフロントに入っていくわけでしょ、みんなキョトーンとしましたよ、何が起きてるんだろうって、こっちは普通、まあ選手は普通だからね、うん、どこ行ってもなんかリングシュートを耐えて入っていれば、それが当たり前のこうユニフォームなんだけど、うん、でも若かったね。あれ、そのまま部屋に入られて入ってシャワー浴びて、でそのまま川も荷物まとめて、うん、あの空港に行って、さあ帰ろうと思って、もう飛行機になるとね、またバスが悪いホテルに戻ってきましたけどね。あ、もうみんなでまた合流しちゃったんですか。そう、本当に。はいはいはい。多分藤山さんももう来ないもんだと思ってるよね、多分ね。でも、あの、長さんのチャンネルで対談なんですけど、長さんが出てこないでですね、はいはい、予想だにしない展開なり。いや、でもね、もう、あと10分ぐらいで間に合うとは思うんだけども、もう10分じゃもう間に合わないのかな。ですね。そういうのはなんか試合の準備があるみたいで、もう、はい。あ、藤波さん、試合だ、今日。はい。それはもう、じゃあ、でも、
一応向、ね、向かうだけ向かないと失礼なんで、はいね、じゃあ後楽園飯店でも行くか。なんか後で編集して俺はあの対談してるように誰かね、上手にしましょう。実際戦った中でこいつは強かったなっていうです。みんなそうですよ。だから超正直もだから今30歳もそうだし、だから僕にとってはもともと僕はそういうあのスタートが何もそのベースがね、うん、あまり違ったとか虫もやったとか格闘技も知らないで、うん、陸上競技だけで入ってきてるから、うん、まあ、そういう分だけではもう本当にみんなそれぞれやっぱりそれぞれの競技を格闘技やってるって入ってるからみんな僕にとっては強敵ですよね、うん、あとその実際いろいろな技かけられてこの技はマジで痛かったっていう、はい、みんな痛い特に痛かった技ってみんな痛い、うん、腸の喧嘩も痛いしね、うんうん、長州のラリアードも痛いし、里岡でも痛いし、うん、橋本のあの、なんていうか、こう、容赦のキックも痛いし、ねうんうん、今はみんな出がつけてね、それぞれが蹴ってくるけど、あの子、彼はもうリングシュートそのもろであのままで蹴って、あの蹴ってくるからね、この辺にいつもリングシュートの紐の跡がついてまして、うん、戦いたくなかったレスラーはどうだったか今か。戦いたくなかったレスラー。いやこれはね、だから選手にとってはね、そういったあいつはやりたくないなっていう試合ほどね、あのファンがね一番こう見たがる試合なんだよね。うん、まあアンドレとかね、うん、いっぱいいろんな選手もいましたけどね。でも反対にあのそういう試合というのはお客さんにとってはもう本当にあの好カードだね。うんうん、UFA の前田明戦はどうだったんですか。 あれも今思えば、うん、なんか懐かしい戦いですよね。まあ、あの頃はもうなんか殺伐とっていうのか、ちょうど、まあ、前田自身も僕が海外行ってる時に、まあ、佐山と一緒にこう入門したんでしょうけど、まあ、それから彼もいろんな出来事があって、ああいう UFA を起こして、で UFA がまあちょっとこうもう新日本に吸収される時の、まあ、彼のやっぱり野心っていうのか、やっぱり、うん、あの特に彼だけはちょっと、うん、違ってたのかな。やっぱりそのいろんなその山崎とか高田とかと違って、前田だけはやっぱり自分のやっぱり俺はどっちのかな、やっぱり自分があの旗揚げした言うだけっていうのをやっぱり、ね、そのから周りに対してやっぱり、うん、舐められたくないっていう、まあ、そういう意地があったんですよね、うん、まあ、それが、まあ、ああいう戦いっていうのは、うん、長野正弘。トースポーなんかもうめちゃくちゃね、トップ面がめちゃくちゃのあれ。強調したね。あれはすごいなと思って。好きだったね。嫌いじゃなくて。なんか面白く書かれた思い出がありますもんね、田辺さんの。あれからはね、一年俺はそんなにあんまり乗ってないから、新聞に。いやいや、できましたね。